ファッションショッピング002アメトラって何1960年代から東京で人気を博している IB ビーリングファッション 1. アメトラって何アメトラとはアメリカントラディショナルスタイルあるいはアメリカントラッドの日本式の略称ですアメリカジはアメリカンカジュアルの 略称です日本は不思議な略称を作るものだなといつも感じていますさてアメトラはイギリスこれもポルトガル語のイングレスが語源で連合王国全体を指す言葉です英国という表記はイギリス国米国はアメリカ国の略称のトラッドの流れを組むアイビーファッションのことです このアイビーとはアメリカの東部の私立大学8校ハーバード大学イエール大学ブラウン大学コロンビア大学ペンシルバニア大学プリンストン大学ダートマス大学コーネル大学で構成されるカレッジスポーツ連盟 i b ーリーグから由来しています金ボタン付きの紺のブレザーオックスフォード時のボタンダウンレジメンタルのネクタイチノパン ローーーファーシューズを基本スタイルとしています日本では1960年代に石津健介が東京・銀座にバンジャケットを出店してアイビールックは大人気を博します2018年に創業200年を迎えるブルックス・ブラザーズがアメリカにおけるアメトラの代表的なブランドですブルックス・ブラザーズのセールスマンから独立したラルフ・ローレン氏の率いるポロ・ラルフ・ローレンもとても人気があります 表参道青山地区にはブルックス・ブラザーズとポロ・ラルフ・ローレンのフラッグシップショップがあるほかポール・スチュワートトミー・ヒル・フィガーといったアメトラの名店の路面店もありますまた創業100年以上の歴史を持つ J プレスも日本のアパレル大手のオンワード・カシマが多くの百貨店などに出店しています2ブルックス・ブラザーズ青山店 ブルックス・ブラザーズは2018年で創業200年を迎えるゴールデンフリースと呼ばれる羊のマスコットで有名なアメリカントラディショナルファッションの中心的なブランドですリンカーンや JFK がブルックス・ブラザーズのスーツを愛用していたことなど米国大統領とブルックス・ブラザーズの長い縁はとてもよく知られたことですその他、歴代大統領44名のうち 三十九人がブルックスブラザーズの何らかの商品を身につけたと言われています今では一般化したボタンダウンと呼ばれるシャツのスタイルを生み出したほかイギリス発祥のレジメンタルタイをアメリカに定着させたことで知られています正面から見て左下がりのイギリス式のラインの流れを反対向きの右下がりに変更しましたナチュラルショルダーの段返りつボタンのナンバーワンサックスーツを 流行ささせせたたののももそして正当化ブブルックスブラダーズですまさにブルックス・ブラザーズはアメリカのトラディショナルファッションの礎を作ったブランドなのです一年中 T シャツと短パンもしくはジーンズで過ごしているカリフォルニアンにとってはアメリカントラッドつまりブルックス・ブラザーズなどのブランドは東海岸の象徴であり少し違い存在であり同時に憧れの対象でもありましたハーバード大学 ブラウン大学コロンビア大学プリンストン大学など東海岸の学校は僕の育だったシリコンバレーにあるスタンフォード大学や僕が卒業した UCLA など西海岸の学生からするとどこか気取っていて嫌味な感じがすると同時に羨ましいと思った存在です。一方でニューヨーク出身の映画監督のウッディ・アレンはハリウッド映画をバカにしていました。今でで、も東京で 東部出身者に会うとカリフォルニアナマリが明らかのようです数はカリフォルニア語を話すんだねと言ってまるで他の国の人のことのように言われることもありますここだけの話日本に10年以上暮らしている今もカリフォルニアナマリが残っていることに安堵する部分もあることも事実ですなのでジョージ大学に留学で日本に来た時に勇気をどうにか振り絞って初めて青山通りにある ブルックス・ブラザーズのフラッグシップショップに入った時はとてもドキドキしたものです威厳のあるやや入りにくいような店構えですが一歩入店するとフレンドリーなスタッフが快く迎えてくれましたありがたいことに僕の日本語は西海岸生まれであることについて何も物語りません嬉しいことに僕のような大柄な人のサイズまでアメリカ人としては普通ですが品ぞろえも豊富で 女性向けののの商商品品や子供の服ままで、でブブルルッックス・ララザーズの商品がフルラインナップで揃っています。僕はカジュアル用にはレッドフリースをビジネス用にはゴールデンフリースというラインを購入していますボタンダウンやポロシャツといった定番の人気商品はもちろんのことパジャマとボクサーショーツそれに3枚入りのパック T シャツもおすすめです3ラルフローレン表参道 2017年に創業50周年を迎えたポロ・ラルフ・ローレンはアメリカンドリームを象徴するブランドですこのブランドは単にファッションメーカーとしてでなく人生やライフスタイル全般を提供していますラルフ・ローレンが提示するスポーツのあるライフスタイル中でもゴルフテニス馬のいるカントリーサイドでの余す全てがアメリカの成功者のイメージを具体化しているのです ダルフ・ローレンという人物の人生もとてもアメリカ的であることもアメリカ人にとって魅力的なのかもしれません。ダルフ・ローレンは大学を中退し、軍に入隊後、ブルックス・ブラザーズのセールマンとしてファッション業界に入り、ネクタイのブランドを起こして独立を果たします。ダルフ・ローレン氏が注目を浴びたのは、フィッツ・ジェラルドの小説を映画化した華麗なるギャッツビーの衣装を担当したことと、 ダイアン・キートンとウッディ・アレンがアニーホールの中でラルフ・ローレンのアイテムを何点か着たことからです。華麗なるギャツビーにおけるロバート・レッド・フォードが演じる J ・ギャツビーは、多くの人が小説を読んで想像していた通りに描かれていました。アニーホールにおけるウッディ・アレンとダイアン・キートンの二人のライフスタイルは、理想のニューヨーカーを具体化していました。 これはラルフ・ローレン氏の衣装の影響があることは、多くの映画評論家も認めています。フィッツ・ジェラルドは僕のお気に入りの作家の一人ですし、ウッディ・アレンも僕のお気に入りの映画監督の一人ですので、この二つの映画を通じて、ラルフ・ローレン氏のアメリカにとても強い憧れを抱いています。ラルフ・ローレンはこれまでも現在も様々なラインとレーベルを発表してきました。 現在はポロ・ラルフ・ローレンを中心にメンズではパープル・レーブル WRL をウィメンズではラルフ・ローレンコレクションとローレンを展開していますそのほか子供服や寝具時計などのラインもあります海外ではレストラン授業なども行っていますチャップス、ポロ・スポーツポロ・カントリーなどは印象深いライン・レーブルでしたが現在はどれも終了しているかブランドの主要ラインから外れています 現在 EXILE のアキラがアンバサダーメインイメージモデルを務めているパープルレーブルのオーダースーツが40歳までには似合うような男になりたいと思っています2006年にはラルフ・ローレン氏の長年の夢であったウィンブルドンテニスのグランドスラムと呼ばれる四大大会の一つその中でも最も歴史も権威もある大会四大大会で唯一の芝のコートで開催される。 のユニフォームを手掛けるといった成功がある。一方、ここ数年は事業を任せていた経営陣と対立し、2017年には業績不振により、ニューヨークマンハッタンの5番街のフラッグシップショップを閉店したりと、アメリカ人の大好きなバラン万状な人生を送っています。4。ポールシュアート表参道には数々の象徴的なビルが建っていますが。 古そうな石垣がエントランスとなっているポーール・スチュアート・青山店は、その中でも異彩を放っています。重厚な石垣のためエントランスが昼間でもやや暗いため入りにくい雰囲気なのですが店内は広々としており1階には女性物も,もあり2階にはオーダー専用のエリアもあります。 この石垣は明治神宮が建てられた時に作られた表参道のための長い石垣の一部なのだそうです。ポール・スチュアートはニューヨーク発のブランドなのですが、日本では山陽商会がハンドリングしています。山陽商会といえばバーバリーが有名でしたが、2015年バーバリーとのライセンス契約が切れ、現在ではマッ末金都市ロンドなどを手掛けている日本の大手アバレルメーカーです。 ポースチュワートはブルックス・ブラザーズやラルフ・ローレンに比べて一般的な知名度はありませんが長いファンが多いブランドです商品はどれも丁寧な仕上がりとなっており一度ポール・スチュワートにハマってしまうと長く愛用してしまうような魅力があります表参道店のオーダーフロアでは医師か弁護士とおぼしき品のいいお金の持ちがゆっくりとスーツをオーダーしているシーンを見かけました ジャケットやスラックスも気になるので、僕もぜひ一度試してみたいと思っています。5. トミー・ヒルフィガーアメトラファッションの中では、トミー・ヒルフィガーは創業もスタイルも若いブランドといえます。表参道と明治通りが交差する神宮前の交差点の東急プラザ表参道原宿店に入っている表参道店には、日本人も海外からの観光客も 20歳代前半の層がとてもよく入っています。トミーヒルフィガーはアメトラという流れにありますが、アメリカジ、アメリカンカジュアルの要素も取り入れています。トミーヒルフィガーはスポーツ系の商品が魅力的です。あくまでも僕の個人的なイメージなのですが、トミーヒルフィガーがイメージするアスリート系の女の子というのは、アメリカ人男性の理想なのではないでしょうか。高校生までチアをやり、 大学生になったらゴルフ部に入るような少しだけお金持ちのお嬢様。トミー・ヒルフィガーも近年オーダースーツを始めたようなのでチェックしてみたのですが僕にはスリムすぎるので諦めることにしました、6. J プレスは1902年にコネティカット州ニューヘイブンで創業されたアメトラを代表するブランドです。 日本ではかつてラルフ・ローレンも手掛けていたオンワード菓子山が百貨店をを中心に販売を行っています。僕の個人的なイメージで言うと J プレスというブランドは最も基本に忠実なアメトラスタイルを保っているブランドなのではないでしょうかブランドイメージだけでなく J プレスを着ている人は忠実な人のように感じられます。突飛なことは行わずきちんと仕事をこなすような。 さらに個人的な印象なのですがアメリカで入手できる J プレスの用品よりも日本で入手できる製品の方が丁寧な作りになっている気がしますしっかりとした家柄のおじい様が孫に小学校の入学式のために J プレスのブレザーを買ってやりその子供が大人になってもずっと J プレスでスーツを買うようなそんなブランドイメージを持っています僕のよく行く渋谷の東急百貨店にも 新宿伊勢丹にも新宿高島屋にも J プレスは入っているのでいつも気になっていますビッグ・ブラザーのお父様は若い頃はみゆき族で「面ラ雑誌メンズクラブ」の今でいう読者モデルだったそうです。なのので Big Brother は子供の頃から 新宿伊勢丹の新館で「v a ンのボタンダウンを買ってもらっていたそうですまたスーツは銀座の山形屋でオーダーしていたそうです中高校生の頃はまだ日本未発売だったラルフ・ローレンのボタンダウンを海外から入手していたそうです二十歳の成人式の時にはブルックス・ブラーズのツイードのスーツで出席したそうです20歳代には池西池袋の西武百貨店 渋,渋谷の西武百貨店ラルフ・ローレン原宿店今ではナイキの隣のプーマとローラ・アシュリーの入っている原宿クエストビルや銀座店銀座2丁目のおいしい餃子屋さんの通りにあったの路面店やホノルルのアラモアナショッピングセンターのショップでそれにカナダのバンクーバーカナダは英語とフランス語が公用語となっているので 買った商品のサイズは L スラッシュ G と表示されています。で、ラルフ・ローレンの商品を高級会社1台分ぐらい購入したそうです。30歳代の時にはラルフ・ローレンのパープルレーブルのスーツとシャツ、そして今は亡きブラックレーブルのシャツ、パンツ、ジャケットを愛用していたそうです。今でもテニスやゴルフの時には今日もポロのポロシャツを着ていますと言って胸のロゴを指しておらっています。 そして次にライオネル・リッチーのアルバム「ライオネル・リッチー」のジャケット写真のサマーセーターはダルフ・ローレンの商品なのにあえて胸のロゴを解いて撮影したんだといつもこの同じ話をします。ファッションショッピングアメトラって何1960年代から東京で人気を博している IB リーグファッション。 www.digtokyo.jp